今回はこちら幽遊白書のシールウェハースをワンボックス開けていきたいと思います。霊界探偵の戦いがシールで蘇る。デフォルメ化もめっちゃ可愛くていいですね。ワンボックスで20個入りで全29種のシークレット1なので30種類なんですね。では開けてく。箱が完成。仕様はノーマル、レア、スーパーレア、ウルトラレア、シークレット。スーパーレアは5つで主人公キャラクターたちで、ウルトラは技ですね、霊眼とか霊剣とかね。シークレットなんでしょうね。この中だとやっぱりトグロなのかな。パッケージは2種ありまして、このトグロシークレットってことある？パッケージでネタバレとかはですねあるか。では1つ目開封していきます。30種類で20パックなので、かぶりはね極力ねない方がいいですね。はい、お願いします。美しい的岡鈴木めっちゃ好きだったな。仕様はですねノーマルですね。レア仕様とかここか。ナンバー17のノーマルか。裏おとぎチームのオンジーの正体だと。スタートでノーマル見れましたので、ここからねレア度どんどん上げていきましょう。2つ目いく。ウルトラがどのくらい出るかが勝負ですね。パッケージに書いてあるのが全部ウルトラですよね。ではいく。おー、多分ノーマルのボタン。ちょっとねキラキラしてるんですよ。ノーマルだけどねすごいいいですよね。かわいい。デフォルメ化してもねかわいいですよね。霊界伝言版の上手ってね。いや、めっちゃボタン好きですね。え、かわいいこのデザイン。3つ目いきましょう。ノーマルが続いてますからレア度上げていきたいですね。ほい。うわ霊界獣プーですね。ユウスケかと思ったらそっちか。最高じゃないですかこのデザイン。背面はこちらですね。ノーマルでナンバー8ってことですね。4つ目。そろそろノーマル以外も見たいよ。お、桑原だけど仕様はレアか。キンキラキンなんだけど、レア仕様もしかして全部金とかあるのかな。霊剣ね持ってますね。めっちゃいい。浦飯祐介の同級生で自称ライバルということでね、こういったデータあると振り返れていいですよね。5つ目。スーパーレアかウルトラレアお願いします。トクロ兄弟がノーマルか。兄すごい顔してるなっていうか、ちょっと兄でかくなってない？こんなもんだっけ？いや、もっとちっちゃいよね。ところ兄は小柄で普段弟の肩に乗っていることが多いって書いてますが、このデザインではちょっと大きめに書かれてるところがいいですね。6つ目。やっぱりこのトグロがシークレットなのかな。では行きましょう。おー、獅子若丸じゃん。獅子若丸のノーマルですね。劇中で魔国名山剣を使った戦いがね、すごいかっこよかったですよね。すごい好きなキャラクターでしたね。デザインすごいね、デフォルメ化してもかわいい。7つ目。そろそろスーパーレアとか欲しいですね。お、でも被ってないからいいじゃん。ノーマルのトーヤですね。魔界の調べ修羅の一員で魔性使いチームの時報、氷を操る妖怪でということですね。8つ目。そろそろレア度。あー、ジンがノーマルなんですね。デザインも風をイメージしててすごく縁でないかい。修羅旋風剣。9つ目。かぶりはないですが、スーパーレアとウルトラレアがまだゼロですね。おっと、スザクのノーマルかい。こちらスザクになりますが、めちゃめちゃリリシーっていうのとノーマルとは思えないいいデザインですね。すごいかっこいいですね。死生児を束ねるリーダー的存在でということで、いい。10個目ですね。まだレア以上なし。なかなか厳しいボックスだな。さあどうぞ。うわ、かぶった。11個目。せめて被るならスーパーレアとかウルトラレアって、なかなかレア以上出ないですね。ノーマルのランドになります。デフォルメしても強そう感すごいな。めっちゃいいやん。背面はこんな感じ。いやー、もうこっから
スーパーレアとかウルトラレアガンガン出てくんないとやばいボックスですけど。さあお願いします。うわ、かぶってないけど本当に出ない。ユキナということで、こんなところでヒエに出会えるとは思わなかったですね。氷目一族の少女でヒエと兄弟になります。13個目ですね。さあちょっとそろそろかぶりはまだ1だからいいんだけれども、レアがね、スーパーレアかウルトラレア出てほしい。お、来た、スーパーレアの日来た。ヒエのイラストも最高ですが、この背景のね色合いいやー、邪王感じるわ。すごくいいじゃないですか。剣術が得意なヒエはということでね、いろいろ書いてますが、嬉しい、ヒエ出たの。14個目、いい調子。こっからスーパーレアとかガンガン出てほしいですね。ということで、おなしあす。うわ、かぶった。15個目、これ以上のかぶりはもう、おー、ヨーコクラマのウルトラレアかな。ウルトラ来た。デザイン別格にいいよ。キャラデザインもそうですが、背景最高、ここにかっこいいですね。ヨーコクラマは転生前の姿、現世の身により強制的にヨーコの姿に戻されたことがきっかけとなり、かつての姿を徐々に取り戻すということで、うわこれ最高。クラマめっちゃかっこいいですよね。16個目、かぶり2のウルトラスーパー1ずつなので、おわ来たー、ユウスケのレーガンだからウルトラってこと。ウルトラだ。こちら、浦虫祐介のレーガンですね。めっちゃいい。この色合い最高にかっこいいですね。トグロ弟との戦いの中のありったけの力を込めたレーガンということで、後半に固まってきている。17個目ですね。いいぞ、頼みます。おー、え、このユウスケ最高すぎない？ウルトラもいいですが、スーパーのユウスケめっちゃいい。これ最高にかっこいいですね。背面はこちらですね。めちゃめちゃいい。両方いいですけど、こっち好きだな。残り3つ、いい感じになってきた。シークレットね、行きたいですよね。トグロなんだろうな、やっぱり。はいはい、あ、限界か。こちら限界になります。年取っている方の限界ってことですね。なるほどね、ノーマルですよね。ノーマルだね。ラスト2つになりましたね。まずはかぶりはやめてね。コエンマかぶってない。今回当たったスーパーレアはこちらの2つ、そしてウルトラレアということで、ワンボックスで20個開けてスーパーレア2のウルトラ2という結果ですね。かぶりは3ということで、まずまずの結果だったんじゃないかなと思いますね。後ほどファイルにしっかりね閉じていければなと思ってます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。